サキヨガチャンネル。本日はストレスや疲労がたまった体を癒す、寝る前におすすめのヨガをご紹介します。皆さん、本日も一日お疲れ様でした。ゆったりした呼吸とともに質の良い睡眠をとる準備をしていきましょう。まずは楽な姿勢で座って胸のマッサージをしていきます。握り拳もしくは手のひらをパーにして、鎖骨の下から肋骨全体、付着している筋肉を緩めていくように優しくゴシゴシと動かしていきます。肋骨はね、自分が思っているよりもかなり大きな部位となっておりますので、割と下の方だったり、もしくは脇のあたりや横っ腹、側面部分も一緒に触ってみてください。では両手をクロスして、手のひらをお腹の横のあたりに添えていきます。今ほぐした部分がたっぷりと動くように意識をしながら、目を閉じて深呼吸をしてみましょう。鼻から吸う息、ふわーっとお腹や胸が膨らんで、鼻から吐く息、自然とお腹や胸、中央に集まっていきます。気持ちをリラックスさせたいときは、吐く息を長めに、口元の力も緩め、ラスト一呼吸。肩の力も抜けてきたら、ゆっくりと目を開けましょう。では両手をほどき、息を吸って、吐きながら頭を左側に倒していきます。首の横が伸びて気持ちいいなと思ったらそのままキープ。余裕があれば左手を右頭の上にポンと乗せて、さらに伸び感をプラスしていきます。もっと動けそうな方は肘を軽く曲げた状態で後ろに腕を回していく。本日のヨガは決して無理をしすぎないように、頑張りすぎないように過ごしていきましょう。眠る前に自分が一番心地いいなと思うペース、心地いいなと思う力配分で動き続けます。では頭を起こして、吐く息反対側に倒しましょう。手をつけたい方、腕を回したい方は動いてみてください。両手を床へと戻し、頭を起こします。胸の前で指同士を組んで、吸いながら腕を上げ、吐きながら背中全体を丸めて、腕床と平行、もしくは少し斜め下まで下ろしていきます。この動きを繰り返しましょう。息を吸って腕を上げ、吐いて背中を丸める。手と背中引っ張り合いっこをして、大きなボールを抱えているような体勢を作ります。次に背中を丸めた方は、その状態をキープしながら、両腕で横向き8の字を書いていきましょう。肩甲骨、背中のあたりが引っ張られて、伸びているな、気持ちいいなと思うところで動き続けます。肩こり解消におすすめです。
では真ん中で動きを止め、最後ゆったりと起き上がって、手のひらを頭の後ろに添えましょう。背筋は伸ばしたまま、吐く息、頭を前に倒していきます。ゆっくりと頭を起こし、両手を解放。今度は両膝を立てていただき、足腰幅よりも開きましょう。膝を左右にパタパタと倒していくんですが、膝倒した時に角度が90度ぐらいになる位置にかかとを置いてみてください。特に膝を内側に倒した時、太ももの外側を伸ばしていくことがポイントです。両方のお尻は床につけた状態で、足の付け根をくるっと回していきましょう。OK です。動きを止め、足の裏同士を合わせて座ります。かかとを少し前に押し出して、足の内側がひし形状になっていたら OK。 両腕をふくらはぎの下に通し、余裕がある方は手で足の甲をタッチして、吐く息で背中を丸め、体を倒していきます。丸くなった背中で再び自分の呼吸を感じます。吸う息、優しく背中が膨らみ、吐く息は鼻先がもう1センチ足元へと近づいていきます。ゆっくりと体を起こして、両腕をふくらはぎから抜きましょう。皆さんはそのままの向きで大丈夫です。今度は足を軽く伸ばして、膝を少し緩めておきます。両手を前についたら、その状態で胸を張るようにして、少しずつ手を前に歩かせていきましょう。小さく体を揺らしながら、数ミリずつ胸を床に近づけていきます。このあたりが痛気持ちいいかなと思う場所で、顎を軽く引いて首の後ろもリラックスし、深呼吸を繰り返しましょう。お尻や太ももの後ろ側、伸び感を感じられていれば OK です。では手を手前に引いて体を起こしたら、そのままマットの上、ベッドの上で仰向けになります。ここからはもういつでも眠っていただいて大丈夫です。右膝を自分の方に引き寄せ、両手で膝を抱え、ふーっと吐く息で膝と胸近づけ合いましょう。吸う息で緩め、吐く息で引き寄せる。次に右膝を引き寄せたら、そのまま左側に足を倒し、右手は横に伸ばして体を大きくねじります。ほんの少しお顔も右側に向けるようにして、では足を真ん中に戻したら、一度両膝を立て、右足小指側を太ももの上に乗せて、両足を自分の方へと引き寄せます。足のつかめそうなところをつかんだら、そのままリラックス。
では足を元に戻して反対側行きましょう。左膝を引き寄せ、両手で捕まえたら右足を伸ばして、胸お腹の方に太ももを近づけたり緩めたりを繰り返します。心地いいな、動きに慣れてきたなと思ったら目を閉じて呼吸をしてみてください。吐く息を長めに。次に膝を自分の方に引き寄せたら右側に倒し体をねじります。もし壁などが近い場合、スペースが狭い場合は腕90度に曲げていただければ、コンパクトなスペースでもねじるポーズが可能です。体を真ん中に戻し、両膝を立てたら左足小指側を右の太ももの上に乗せ、自分の方に引き寄せて、お尻のストレッチ。小さく体を左右に揺らしても気持ちがいいです。では手足を離して仰向けになりましょう。足腰幅くらいに開いたらゆっくりと足首を回していきます。何度か同じ方向に回したら反対回しも行ってください。足首だけでなく足の指もぎゅーっとしてみたり、指の間を開いてみたり、動きを止め下半身全体を左右にゆらゆらと揺らします。両腕を体の斜め下に伸ばしたら、そのまま目を閉じて深呼吸。ふーっと息を吐くたびに、体がリラックスして、ゆったりと沈んでいくのを感じましょう。本日は以上です。皆さん、お疲れ様でした。